故郷を離れ、東京での生活ももう3年が経とうとしています。憧れの東京はとにかく人が多く、駅も複雑で未だに全然慣れていません。東北の農村で生まれ育った田舎者の私にとって、目に入るものすべてが新鮮です。そして大学生活もそろそろ3年。頑張れ、さくら。負けるな、さくら。よし。頑張れ、さくら。押しつぶされるな、さくら。ねえ、さくらさん、ちょっといい？どうしたんですか？さくらさんって細田先輩のこと好きなんだって？ごめん、言っちゃった。だってさ、レイコの彼と細田先輩って仲いいからいけるかなと思って。いや、好きだなんてただ憧れてるだけで、私なんて絶対に無理です。別にいいよ。今度さ、うちで宅飲みするから細田先輩も誘って来ない？まあ、いいねそれ。急接近できるチャンスだよ。てか私も行く。いや、でも気持ちは嬉しいんですけど、私大丈夫です。それじゃ失礼します。あの子ってさ、男性経験ないよね。多分処女だと思う。乾杯。乾杯。よし、飲め。ダメよ、マジで。やっぱビールうまいよね。やっぱこれですよね。ね、もうお腹出ちゃいます。じゃあ大丈夫でしょ。すごいでしょ。大丈夫か。大丈夫か。あんなも頑張ればいいんだよ。明日頑張れば今日大丈夫。明日やるからね。明日から本気出すよ。あれ。ありますあります。いつも言ってね。いやでもさ、ケンさん飲んでばっかりでさ。ね。
走れねえんだよ俺も。そんなに走れよもっと走り込めって。分かったよ。夕方まで残るとさもう全然動けないとさ。ダメなちょっと。でもこういうのっていいね。うん、飲み会ってさ。そうだな。宅飲み最高じゃない？なんとか言ってるんだな。うん。せめえけどさ。全然いけるしとこれが人数なら。距離近くていいな。どうせ。なんでもう両手を絡みたいなってんだよ。お前を。思って言ってあ、ちょっと危なかった今なんかすごいよ、いきなりてか、さくらちゃん来るの珍しいよねあ、そうです全然いつでも来てよめっちゃ見てるねあ、そうだよなんか、いや、こういう感じでさ飲み会とかに全然参加してくれたらいいのにさいつも来てくんないからいつでも来たいですおずるいうん、いいじゃんあれ、明日も練習あるんじゃないよし、明日ね言うねでも明日雨って言ったっけえうんおあ、いいのそうですね、なんか天気悪いみたいな感じになったね気づかないよしいね、気がするねいいね、いい奥さんになるいい奥さんになるって、これ嬉しい誰かもらってほしいな絶対もらえていっぱいいるでしょ。本当ですか。もらえるって。一番遠い。いや、やばだ。すごい遠い。どうなんですか最近。なんかいいな。全然。マジで。全然。でも最近痩せたよね。そうそうそう。あともやっぱりそうだよね。なんかすげえスッキリしたなと思って。本当。マジマジマジ。気づいてよ。いや気づくっしょ。え、みんな気づいてたよね。ずっと気づいた。さくらテンション低っもう好きな先輩目の前にいいんだからさなんか話したよなんかないな面白いことはまたが泣いてきた指突っ込んじゃうのやからこいつのことさそうそうださくらね携帯の待ち受け細田先輩なのねえねえマジそうもしかして細田さんのこと好きなのえマジマジそうなんだじゃあさまずさこのファッションセンス直した方がいいよファッションセンスいやいやそりゃいいでしょちなみに、さくらってどこ出身なの東北です。東北なんだ。なんかの娘なんだよ。山田先輩、継いであげれば。農家。農家農家。あ、案外悪くないのか、どうなんだろう、農家って。酔っ払った影響で聞くけど。さくらってさ、少女でしょ。はい、そうですお前、やばいな21だろやばいよそれまずなうん俺さくらみたいな女なしじゃないそうなのあ、お前さ、ぶっせんだろ、お前高いよ、そんなちょっと、そうじゃないえ、さくら、可愛いじゃんえあ、ごめん、なんか変な気しちゃったいや、いい女だったらこの女の子といいんだよお前らラブラブだもんなんん見てるだけで照れるよえ、何これあ、ごめんなさいあ、もうないんだよあ、もういいもうない飲んでますね飲んでるHehehehe
なんてか。うわ。ついに入っちゃったじゃない？同じ。なんだよ、もう一人ともスイッチ入ってるやん。バカ。なんだよ。カフェラも鳴らしちゃった。いや、やばい、暑い。なんかさ、どうしたんだよ、お前ら。分かるよな。え？分かるよな。なんかいいね。もう飲んだだろ結構。なあ。ああ。そうだよ。言ったんだろ。俺分かった。俺も飲み過ぎてよくないと思うんだよね。そういうことだ。そうね。私帰ります。ごちそうさまでした。あ、そう。おお。もう気をつけたら。うん。あ、待ってよ、待ってよ。俺、一緒に帰るから。え、先輩も帰っちゃうんですか？帰るの？送っていこう。ああ、そう。送るから。楽しい、楽しい。俺さ、お前のこと好きだから付き合おうよ。いいでしょ。キスしたことある？教えてあげる。目閉じて。こっち向いて。目閉じて。これは細胞を見たことないの？失礼します。おぉ、微妙に動いてるな。先生、さくらです。おぉ、さくら来たか。お前な、最近何やってか知らんが、出席率が著しく低下してるんだ。お前、すいません。このままだと留年だぞ。
最近全然勉強に集中できなくて。集中できない？それは困った問題だな。すいません。なんとかできないこともないがね、お前は他の生徒に比べると足りないものがあるんだ。わかるか？足りないもの、なんでしょうか？本当に色気のない女だな。お前に足りないのはズバリ言ってやろう、男だ。どうだ、違うか？いいんだろう。言うこと聞けよ。その前察しよ。分かってくれよ俺の気持ちを。お前のために言ってあげてんだろ。どうしたんだ？私
田さんより高弘さんのことが好きなんです。どうしたらいいですか？は、マジ言ってんの？高弘さん、私エッチなこととか全然知らなくって教えてほしいんです。マジで？私変わりたいんです。どうした？ちょっと急に用事思い出しちゃって。うん、先に帰るの。そっか、しょうがないね。じゃあまた今度ね。うん、気をつけてね。